っと待ってくださいね。あ、お疲れ様です。何名、誰ですか？あ、マスコミの方も、あと入ってきてください。一緒に。大丈夫ですから。あ、大丈夫です。家が行ってるんで。はい、どちらですか？大阪地検の森野と申します、ね。大阪地検の森野さん。はい。どちら様でしょうか？あ、大げさ太郎と申します。はい。はい、あの川上真由美さんが今いらっしゃいますよ。ちょっとお話したいんですが、はい、わかりました、はい、はい、あ、待ってくださいね、呼んできますね。わかりました。はい、あ、名前何でしたっけ？森野と言います。森野さん、はい。今真由美さんに玄関先まで出てもらいます。ゆっくり読みましょうね。はい。カメラとかちょっと。あ、はい、説明したいの、はい、中の方でちょっと説明させていただいてよろしいですか？あ、ここで説明していただけますか？よろしいですか？はい、さあ、私、あの、大阪地検の森野と申します。はい、はい、あの、加藤真由美さんでよろしいですか？はい、はい、あの、今日はですね、あの、こちらの方の捜索差し押さえ令状が出ておりますので、はい、はい、で、あの、こちら執行させていただきます。それはちょっと分からないんですけど、はい、どういった内容ですか？あの、お見せしますんでですね、はい、で、ただ、あの、執行にあたりまして、あの、お家の方以外は外へ出ていただきたいんですよ。はい、はい、皆さんにちょっとお伝えしてもらってよろしいですか？ちょっと見せていただいてもいいですか？はい、令状です。何の権限ですか？それは公務中の公務員ですよね。権限ありますよ、こちらに。はい、どんな権限ですか？令状の権限です。僕、その令状適用されてますか？もう見ていただいてよろしいですか？読み上げましょうね。はい、何の権限あって撮影ですか、あなた、私に対して。令状ないですよね、僕に対して令状ないですよね。いや、映らないでください。ここの、ね、ここのちょっと下がってください、下がってください。ここの、なんで、ここの場所に対する令状。なんで、令状執行のための、あの、今ここなんで。わかりました、お願いします。まず失礼ですが、真由さんとちょっと確認したいんで、マスクを一回取ってもらって大丈夫ですか？はい、すみません。はい、それから、あの、ここに捜索差し押さえ許可状出てるんですが、こちらの方に対するこういう事件で、あの、呼んでもらっていいですか？まあ、あの、財務呼びましょうか。はい、籠木康弘さん、他一名に対する詐欺事件で裁判所から令状出ております。はい、いつ出てるんですか？今日ですね。今日出ております。で、こちらのご自宅で間違いないですか？はい、はい。今からそしたら捜索させていただきますので、8時10分に執行させていただきます。あ、ちょっとまだこれ、え、何ですか？強制、あの、ダメです。あの、はい、あの、ちょっとやめてください。何の権限？え、許可降りてない、読んでないです。声出して読みましょう。ダメです、許可まだ読んでないですよ。読んでないのにやっちゃいけないでしょ。全国放送してますよ。示してます。読んでません。ほら、後で、あの、ゆっくり今、いや、後で読むなんてありえないでしょう。令状の意味がないでしょう。ちょっとしたらもうやめてもらっていいですか？なんでですか？あの、何の権限？それは、あの、令状、まだ令状読んでないんじゃん。だって読んだら、読んで飲み込んだら止めますよ。じゃあ円滑に執行します。いや、それこっちの問題、こっちの問題。ちゃんと読んでるから、読んでるからやめてますよ。本件に関係あると資料されるサステナブル建築物等先導事業補助金を
大阪府私立幼稚園経営上記上記大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金その他各種補助金助成金の申請実績報告交付手続き等の関係書類あの撮影やめてくださいねあの権限まだ読んでないです会議等の議事録同電話及び電子メール等の記録不動産賃貸後ろの方も撮影やめてくださいまだレジを読んでないでしょう金銭消費えこれは全部何ですかこれは差し押さえるべきものですかそうですねはいそういうことですねあそれが全部ここにずらずらと書いてあるんですね、はいはい、そういうことですはいそれは一度預かられたもので、はい、もう一度取りに来られたということですかそれはあのまた見させていただいて検討しますよもう一回令状が出てるということです、はい、なのでもう一度、はい、別の令状が出てるということですね別の令状、はい、これ最後まで読んでないよねまだ示してますのでこれであの時間示すって読んでないよ、工事見積もり書、工事計画に関する書類、工事、政府契約書等関係書類、車両及び機械等売買契約書、業務委託契約書等関係書類、塚本幼稚園、幼児教育学園、改正幼稚園、幼児教育学園、高等森友学園、保育園の認可、経営等の関係書類、同幼稚園、保育園の職員録、職員名簿、勤務状況等を記録した書類、教員、事務員等の、就労期間、勤務状況、就労規制、労働条件等に関する書類、園児及び保護者の名簿、連絡簿、園児の健康、保育、生活、学習指導を、ちょっと皆さんで入って見られた読ませてもらっていいですか、真剣なんで、はい、各種支援に関する記録、寄付申込書、寄付金名簿、同関係書類、固定式資産税関係書類、電話番号、早見表、取引先名簿、顧客名簿、住所録、家計簿、図面、各所、念書、委託状、往復文書、メモ、ノート、手帳、電子手帳、日記帳、筆記具、インク、名刺、現金、不動産、確認するだけのものも入っています。権利書、台なんだろうね帯封預貯金、うん、通帳同書書同同棲書同棲書同利息計算書有価証券同預かり書同売買計算書同売買報告書同関係書類保険証同預かり書同関係書類寄付金台帳同預かり書写真フィルム旅券宝石貴金属何の関係があるんだコット総勘定元帳うん肝心勘定、うん、補助元町、銀行町、金銭出水筒町、水筒町、売買町、支入町、うん、経費町、手形受け払い町、売掛町、得意先元町、買掛町、固定資産台帳、集金帳、備品台帳、振り替え伝票、入出金伝票、源泉徴収票、徴収簿、賃金台帳、
給与台帳、給与支払い明細書、出勤簿、タイムカード、売上伝票、仕入れ伝票、納品書、同控え、請求書、同控え、領収書、同控え、注文書、同控え、見積書、同控え、売上計算書、売上日経表、売上月経表、撮影しないでいただけますか。撮影しないでいただけます。何の権限？令状の権限です。これ令状の中に含まれる権限。含まれてない。読んでない。そこ読んでないよ。もう執行してる。そこ読んでない。もう執行してるんです。読んでから執行でしょ。読んでから執行でしょ。ちょっと読ませてもらっていいですか。はい、いいですよ。どうも。新入月経これを取っちゃいけないってこと？取ったね。新入集計表、経費計算書、経費日経表、経費月経表、経費集計表、報酬計算書、試算表、会議録、議事録、日報、業務日誌、同月報、執務記録、日程表、連絡通信文書、リース契約書、使用済み小切手、手形帳、確定申告書控え、借用書、送り状、承諾書、承諾書、誓約書、誓約書、和解書、何の和解書ですか、訴訟関係書類、うん、財産の確定及び収支に関係ありと認められる帳簿書類、以上の各書類の写し、計算関係書類、その他事業に関する帳簿書類及び商商標、何のこれ、何ですか、何て読むんですか、商標書、え、何です、何て読むの、何ですか、商標書類、商標書類、商標書類、コンピューター等の電子機器、携帯電話等の通信機器、携帯電話って以前取られてまた取る、今回もですね、はい、それはあの取り調べ、あ、またまず読みましょうか、うん、先に行きましょう、だけど質問あるんですけど、あ、それは後で聞きますわ、じゃあ、うん、じゃあ読む、次、フロッピーディスク、光学ディスク、外部記録媒体等の電磁的記録媒体、電子計算機に関するシステム関係書類及び事務手続き書類、録音録画機、そこ映してないよ、ビデオ機器、あなたは映してる、ビデオテープ、キャッシュカード、クレジットカード及び各種カード、こうやってもう一回集められるってことなんですか、それは何で、読みましょう、読みましょう、読みましょう、それは何でなんですか、読みましょう。いや、なんでなのかなと思って。だって、さっきのも含めて、調べられなかったってことですか、もう一回集められるってこと。そうでしたら、もう一回確認したりして。確認。それは、以前取られた時に確認されたらいいんじゃないかなと思って。さっき読みましょうか。電子計算機のソフトウェアに関する。あ、どうぞ、どうぞ、まだ読んでない、まだ読み終わってないよ、読み終わってないでしょ、何の権限だよ、どうぞって今言ったんだから、読み終わってない、令状読み終わってない、あんたたちが近所迷惑だよ、あんたたちが近所迷惑、おい、あそこなんで通れなくしてるの、読んで読んで読んで、ちょっと待って、分かってるんですよ、なかなか前に進まないんで、いや、これあの状態で前進まんよ、だって今ちょっと待ってくださいね、怒られたんですから、うん、いいじゃないですか、そうですよ、うん、うん、とりあえずまだ読み終わってない、いや、そんなんやったらちょっと長引くんで、まだ読み終わってない、おい、適当なこと言って読まそうとすんなよ、まだ読み終わってないだろ、ここ行って真由美さんと喋ってるんです、真由美さんに言ってるよ、俺だって、うん、ページです、まだ読み終わってません、あ、どうぞ読んでください、はい、ちょっとあそこ根拠ない、法的根拠ない、そっち、まだ読み終わってない、もう執行してますんで、いつ執行したの、いつ執行したの、読み終わってないでしょ、いつ執行したの、わかるんですけど、けどおかしいですよね、説明が合わないなと思って、うん、読み終わってからっていうのが、うん、違うんです、提示して執行になるんです、そうです、はい、提示したら読まなくても執行なの、理解してないから、うん、提示、あの、見ようとして、見ようとしてない人が、あの、うん、でも提示、今めちゃくちゃ丁寧に読んでたじゃん、そうそうそう、今まだ読み終わってないじゃん、いということで、今読み終わってないよね、それいいです、私が出ますね、うん、ちょっとこれもまた見てもらっていいですか、じゃあ、あの、だってまだ読み終わってないやつから、うん、
まゆみさん出るから提示すれば足りないし、はいはい、そうなんですよ。見てないですか、したら、うん、まだまだ提示されてない、まだ呼んでないよ。どう言われるんですか、呼んでください。だってそんな焦って、なんでそんな言われるのかな。なんでゆっくりするんですか。だってあっち知り合い来てるから。あ、まあまあまあ、そうです。言い方がゆっくりでした。はい、じゃあなんでそんな焦るんですか。逆に。はい、逆に。定時で執行なの。そんなそっち勝手に決めてるんでしょ。あ、勝手じゃないです。法律書いてあるの。書いてます。書いてます。無理やりやるってこと。無理やりじゃない。無理やりやるってこと。定時してないよ。読んでない。定時って読まなくてもいいの。読まなくてもいいって言って。読まなくていいってこと。まだ読んでないじゃん、まゆみさん。はい、まだ読んでない。はい、まだ提示されてません。まだ提示されてません。近所迷惑、近所迷惑。あんたたちが近所迷惑なんだよ。大人数で何してんだよ。どうぞ。どう、今何出されますか。読まれますか。読まれましょうか。いや、今あそこでじゃないとしやり取りされてるのおかしいなと思って。別に確認したいんですよね、中身。どうぞ確認してください。確認したいんですけ ど、はい、どその件も確認したくて、なんで入れないのかなと思って。おかしい、提示の概念がおかしい。だってまだそこにいらっしゃって、うん、読んでないのに。まだ私は理解してなくて。じゃあ強制的にやるってこと。カメラ撮ってるよ、 あんたたち。どうぞ。まゆみさんが読んでるよ、どうぞって。え、どうぞって今、あの、どうされたいんですかって。私は、いや、じゃあ、じゃあ、私はどうぞ読んでくださいって意味です、ね、すいません。どうぞ読んでください。はい、のどうぞです。してるんです。私は招いたわけではありません。なんでそんな強制的に言われるんですか。え、ちょっと今呼んでる途中やったんで、今だってこうなんか来られてるから、まだ提示してないね、し終わってないよね。そのこと言い合って、うん、提示し終わってないよね。できない。し終わってないよね。聞いていただいて、うん、説明しますので、うん、あちらの方に。なんで入ってから説明するって頭おかしいよ。入ってから説明するの頭おかしいよ、それ。なんなんだよそれ。令状の意味がなくなっちゃうじゃん、あんたたちの大好きなよ。先に提示して読まないとよ。な、もう読まれないですか。今読んでる途中だよ。読んでる途中で来ちゃったから。ちゃんと質問に答えてあげてもらっていいですか。私もわからないんですけど、あの急読んで読んでっていうじゃなくて、ちゃんと答えてあげてほしいんですけど、うんうん、じゃあ読んでいてください。そういう強制的な、こっちで対応しますんで。どうぞ。じゃあ読んでもらって、こっちで対応しましょう。じゃあ入れてあげてください。どなたですか。横川さん入れてあげてください。どなた。横川さんあそこにいるから呼んできて、入れてあげて。執行してない。嘘つくなよ。そこの名前何、あんた名前なんだよ。嘘つくなよ。名前なんだよ。名前なんだ、あんた提示しろ。どうぞ。名前なんだよ。執行したってなんで嘘つくんだよ。嘘ついてない。じゃあ名前見せろ。じゃあ名前見せて。ちょっと声声、じゃあ名前見せて。じゃあ名前見せて、お兄さん。名前は、こっちでこっちでやります。名前も名乗らずに入ってくんのかよ。どうぞ。あのこっちで呼んでいて。名前も名乗らずに入ってくるやつ、家に入れられるわけねえだろう。もらっていいですか。うん、こっちで、あの、おい、対応しますんで。もう執行してるって言ったお兄さん。おい、もう執行してるって言ったお兄さん。はい、わかりました。もう執行してると言われたそちらのロマンスグレーのご紳士、お名前を伺いたいんですけども、もうこれ執行してるんですね。今映像残ってますからね。執行してると、うん、どういうお名前において、どういう役職において責任を取られるんですか。こっちで対応します。大丈夫ですよ。責任取られないってことですね。じゃあ執行してるという責任取られないということですね。なんで強制的に取るんですか。強制ですか。あ、これ強制できてる。あとの2、3行やったと思う。ロマスグレーのお兄さん、名前は何の責任においてもう執行してると言った。何の責任、あなた誰、何の役職。読みましょうか、こっちで、はい、ね、読みましょうか。無視、私が責任放棄。読みたいんでしょ、中に。ちゃんとあそこ解決してもらっていいですか。あ、こっちはこっち解決して。まゆみさんが言ってんだから。あ、対応するんで。まゆみさんが言ってんだからさ、まゆみさんが言ってんだから対応してあげてよ、うん、いや、ちょっと待ってください。この家の人が言ってんだから対応してあげてよ、うん、こっちでこっちで令状提示して執行してますんで、もうあの入れないで。今は中身の読んでる途中。まだ読んでない、読んでないから。読むんじゃなくて提示で足りるんですよ。だってまだお外で言い張るじゃないですか。入れていただかないで。そうそうですね。提示って字を最後まで読んでないのが何が提示なんで。さないで。何が提示ですか。パッて見せて、文字か何かもわからんものを見せて、何が提示なんだよ。あなたたち令状の概念分かってないだろ。むちゃくちゃ言うなよ。提示っては文字を一つ一つ見てから提示だよ。まだ見てないんだよ。だからまゆみさんに見せてあげて。だから見せてあげてください。だからまだ執行されてないよね、論理的に。いや、提示しやから、まだ読んでないから提示されてないよね。執行されてないよ。そうです。強制的なことじゃ。あ、ちょっと読みましょうか。すみません、こっちで対応して。どういう法律だ、はい、どうぞどうぞ。ちょ、なんか全然おかしいと、破綻してると思うけど。
もう執行されてるの今、はい、今はい、そうですね、録音、録画機器、録音テープ、ビデオ機器、ビデオテープ、キャッシュカード、クレジットカードおよび各種カード、電子計算機のソフトウェアに関するシステム関係書類および、名前は、事務手続き書類、名前は、アウトプット資料、森野さん、ご問診書、森野さん、鍵、これ人森野さん、鍵もですか、金庫および金庫内に、あなたは、存在する内容書、その他本件に関係あると認められる物件、刑事訴訟法や第218条を第2項の規定による差し押さえをする必要があるときは、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲、もう執行してんだってこれ、1、メールサーバーの記録領域のうち下記のいずれかに該当するもの、1、差し押さえるべきパーソナルコンピューターにインストールされているメーターに記録されているアカウントによりアクセス可能な記録領域、2、差し押さえるべきパーソナルコンピューターにインストールされているインターネットブラウザに記録されているサーバーの URL またはそのサーバーへのアクセス履歴に関わる記録領域、3、差し押さえるべきパーソナルコンピューターの使用者の ID 及び大阪、大阪地検特捜部によりアクセス可能な記録領域、ここには7人、2、ネットワークで出口に5人ぐらいかな、ケーキさんを塞いでる、グループウェアサーバー及びファイルサーバーの記録領域であって、差し押さえるべきパーソナルコンピューターの使用者の ID によりアクセスすることができ、かつ上記パーソナルコンピューターで、あ、いや、これ映らないようにしてるだけです、著しくは、ツイッターどんどん広めてください、ツイキャス、今籠池さん宅に強制捜査入ってます、大阪地検特捜部、どんどん広めてください、もしくは、もしくは消去することができることとされている令状を読んでます、もう執行しているというよくわからない理屈のもとにやってます、はい、これは誰に関してのものですか、全部、こちらは、あの、被疑者はお父さん、はい、以前ですね、私のものも、私のものも持っていかれたんですけど、はい、それはされるんですか、もう一回確認させていただきます、え、真由美さんの名前、令状入ってんの、今回は私たちここの場所に、あの、家に来てます、そうですね、はい、このご自宅は対象になります、ね、そうですね、今回は、はい、はい、そうです、私の私物とかは、あの、ご自宅の中にあるものは確認させていただくということになります、私の私物、私物というのは携帯とか、そちらも確認をさせていただきます、以前、この前帰ってきたばっかりなのにですか、はい、あ、その中を、そうですね、確認させていただきます、ね、うん、そうですね、はい、ご苦労様です、どうぞ、はい、どうぞ、はい、今入ります、あ、犬がいるんだ、あ、出ちゃうね、取らないでよろしいですか、ちょっと前見さん来る前ちょっと待ちますんですが、はい、入らせていただきますね、そちらの部屋よろしいですか、どうぞ、はい、失礼します、はい、座ってください、はい、あ、ごめんなさい、はい、まあ、真由美さん以外にどなたがいらっしゃいますですかね、お二人以外にこちらには、あ、おりません、いや、先ほど一人いらっしゃいました、ね、見ていただいて私の方がわからないで今、皆さんちょっとこちらに来ていただいてもいいですか、一度ちょっと集まっていただいてよろしいですか、こちらに、こちらちょっと集まっていただいてよろしいですか、もう取らないでください、令状執行してますので、はい、執行済みですので、はい、取らないでください、取らないでください、本当だ、もう
らいいらっしゃると呼んでいただいていいですか。令状に書いてなかったけど取らないでって、はい、私は大阪地検の森野と申します。はい、皆さんちょっとお立場をそれぞれちょっと確認させてもらいたいんですけど、はい、ちょっとはい、で今もう執行してますんで、はい、ちょっと撮影をやめていただいていいですか。はい、やめてください。あ、やめてます。向けるのもやめて。いや、向けるのは別にいいでしょう。こうやって持ってるのね、撮ってらっしゃる。ちょっとわからなくなる。撮られてないですか。ちょっと撮られてない。大丈夫、大丈夫。撮らないでください。なんで、待って、なんで法的根拠の令状撮っちゃいけないため令状が分かるの。出てるんで、なんでその向けていただくとどうしてもそう思ってしまうんで。光ってます。光ってる。説明して。ちゃんと説明して。裁判所から令状が。文章とかないの。それ先ほど見ていただいた。いや、その文章に書いてなかったじゃん、取っちゃいけないって。あ、そうです。いや、取っちゃいけないって書いてなかったよ。あの、私の話ね、説明してからやって、手をこうやるんじゃなくて説明してからやって。説明しましたよね。え、してないよ。文章に書いてなかったじゃん。書いてなかったじゃん。いや、別に書いて、あそこに令状に書いてない。もう一回説明して。じゃん、もう一回説明して。まとめていいですか。うんうん、あの、令状執行しました。あなたは誰。あの、大阪地検の方です。誰？大阪地検の誰？今いいですか？ちょっと待って、誰か分かんない人の話聞けないんだよ。大阪地検の大阪地検のもの職員名簿書いや、誰か分からん、誰か分からんから。誰か分からん。取らないで。なんで取られたら嫌だから。なんで嫌だから。え、なんで偽物だから。違うよ。そんないい仕事してんだったら取られていいでしょ。いや、いい。そんなお国のために働いてんだったら取られていいじゃん。なんで説明ありました。名前まず言えばいいじゃん。じゃあ身分証見せる前に。怒り山、はい、あの人は、はい、私カラキというカラキ、はい、カラキ、怒り山ね。はい、見して身分証。そうね、身分証見せれないっていうのがまず怪しいんだって。じゃあこっちのも要求を。身分証あります。あ、オッケー、カラキさんね。はい、じゃあ令状執行しました。説明して。取らないで。なんで取ろうと。なんで確認したらダメでしょ。だって本物か偽物か分かんねえじゃん。それを目で確認したらいいじゃないですか。見てない、見てない。俺も見てない。見るから。見てない。見して。ちょっと待って。名前見えない。光山さんね。はい、もう一回見して。なんで生年月日が見えなかった。いいじゃない、名前だけでいい。なんで生年月日が必要なの。ちゃんと大阪なんとかのハンコが見えなかった。大阪地検のハンコ。今生年月日見ようとしてますね。大阪地検のハンコ。じゃあ先のハンコないです。え、マジ。じゃあもう一回見せて。いや呼んできて。いい唐木さん呼んできて。ハンコ何の意味。先にハンコ見せて。偽物だったらどうすんだよ。カラーコピーだったらどうすんだよ。写さない。納得させろよ。写さないではその後の話だろ。写さないではこの後説明。この手はまだ法的根拠ないよね。説明しないんだから。執行してる。じゃあ説明してよ。説明の段階。何を説明するの。あなたが誰か。名前なんですかって聞かれたんで、はいはい、大阪地検。だから何を取らないようにしてるの。なんかやましい。何怖いんですけど。これはあなたに対して説明してます。でカメラを向けられて意味が分かりません。なんでこう取らなきゃいけないことだから、重要な事案だから。なんで日本的な重要な事案だから。何が重要なの。重要な、みんなが注目してるニュースだから撮ってるわけよ。私は名前を聞かれたね。答えました。なんだっけ名前。なんで何回も言わないと忘れちゃった。カナキさんじゃなくて、カナキさんじゃなくて、見せてあれ、取らないから、取らないから、こっち、俺を向けてる。うん、じゃあ、それで、ちょっと待って、そんなに取られたくないかね、取る意味が分からない、なんで、名前言ってんだから、ちょっと俺、見たことないからよ、大阪、その特捜部の、地検特捜部の、あれを見せたことが、見たことがないから、何、ここ、なんで隠してんの、犯行みたいっていうか、違う、ここ、え、なんで生年月日隠すの、怪しくない。え、逆に何で見ようとするの。生年月日を全部見ようとするでしょ。なんで名前と事務官所の名前と生年月日見せてよ。そこ指で隠したら怪しい、やましいことがあるってことじゃん。なんで知らない人に誕生日を教えないとダメなんですか。知らない人って、あなたたちが強制なんか入ってきてるから見せてくれて。名前を聞かれたら怪しいから誰か分かんないから見せてって言ってんじゃん。だから生年月日もあるよ。生年月日を見せれないで、なんでそれ。何身分証見せたことにならんじゃん。なんでだって全部今俺普通に生年月日指で隠れてなかったら普通にそれでスルーだったけど、自分隠すから。説明してない。ちょっともう説明してない。私に任務を果たしたんで説明してない、うん、説明してない。うん、ちょっとだから説明してない。なんで撮ってるの。もうみんなやめてるよ。何が。みんな撮るのやめてます。みんなと俺は違うもん。多様性。じゃあ分かりました。はい、
私がお伝えしたらいいんですよね。どういう理由かが分かんないんで教えてくれないですよ。そうですね、はい、これは兄とかは入れず私一人どうですね、あの立ち会っていただいて、はい、そういうことです。1、2、3、4、5、6、7、8、9人の中で9対1はかわいそうでしょ。9人の中で、あ、もう1人いた、10人いる。え、10人の中で1人、あっちブラブラしてるやつ、ね、でも、はい、はい、そうそう、はい、はい、で、あの、すみません、電化に本当にあの、はい、できるだけ住み上げて、女性じゃできないとは、女性、はい、女性もありますので、はい、人もいる。あの、何？俺まだ。円滑だったら何時ぐらいに終わります？この前もなんかすごい終わるとでしょうね。早く終わりましょう。早く終わりましょう。こっちとは関係なくて、あの今から始まる捜査何時ぐらいに終わります？それだけは言っててもらっていいですか？なんで途中で終わらす、なんか策を練ってる今で、よくわかんなんで急に終わらすんだよ。そう、時間の目処。今からこう調べさせていただいて、それでやってみないとわからないところがありますので、はい、どれぐらいあるかとかもありますので、そう、何で終わりますか。で、この中では入って、入られたらいけないということですか？あのたまたま居合わせただけだからね。こういう捜査の中では、はい、入られたらダメっていうことですか？ちゃんとあの私に教えていただきたいんですけど、はいはい、その時間がどうとか、じゃあ早く始めましょうとかじゃなくて、はい、こういう状況で入ったらダメっていう、あ、まずですね、ちゃんと、はい、あの令状を捜索者、捜索を先ほど見ていただきました、ね、はいはい、でそれも執行して今捜索が始まってるんです、はい、であの捜索を始まってますよね、はい、で、家事の方に立ち会っていただくんです、はい、これ、まあ、あの通常のパターンなんですけど、はい、まあ、なんで？まだその、理由説明しろって終わったじゃん、話も、ちょっとやめて、理由説明して、理由を説明して、で、今立ち会っていただいてますよね、うん、で、通常の捜索っていうのは、はい、そういうあの撮影とかもしていただいたら、はい、視聴はダメなんです。通常って言ったから、まあ、だから法的根拠ないってことね。違います。あるの？なぜ提示して、はい、それ提示してくれたら、はい、うん、何条とか言っていただいたら、はい、で、うん、あのこの112条というのは、ね、はい、執行中の出入り取らしてあるんですが、うんうんうん、こちらで、うん、捜索には完全に支障が出てますよ、うん、112条、ね、この方だけはもう出ていただくという形になるんですよ。刑事訴訟法の112条読めない。あ、これ渡せないんですけど、うん、はい、うん、あ、読めない。刑事訴訟法の112条、ね、ちょっと指どかしてもらっていいですか？刑事訴訟法の111条の2の110、これ黄色の方です。あ、黄色の方、第112条、執行中の出入り禁止、差し押さえ状、記録命令付き差し押さえ状または捜索上の執行中は何人に対しても許可を得ないでその場に出入りすることを禁止することができる。撮影もやめないですし、書いてないよ、撮影のこと書いてないじゃん。次読ましてよ。じゃあ途中まで、ちょっと途中まで読む。前項の禁止に従わない者はこれを撤去させ、または執行が終わるまでこれに監視者を付することができる、はい、監視者を付する。じゃあ撮影書いてなかったから法律的に何の問題もないってことね。はい、出入りの話だったもんね。ね、出入りの話だもんね。うん、出入りの話、出入りの話だね。どうぞ。どうしたどうした、何が、うん、なんで東京の前田さんが立ち会っていただける連絡先、そこは、まあ、連絡することないと思うんですよ、ね。いや、確認の意味でちょっと こちらだけだったらちょっとボール持ってないので、うん、どうしてもなめたらいいんですけど、撮影禁止書いてなかった。あ、僕代表してどんどん広めて、大阪地検、今籠池さんの家ガサ入れ中。ダメですね。はい。ダメと思ったらなってますんで。そうですね。はい。出てください。心もとないとおっしゃってるだけですけど。
え、もう一回見して、もう一回見して、支障がある場合だよね、さっきの繰り返してみたら支障がある場合だよね、取られてるんでしょ、どうせ支障がある場合だよね、じゃあ何人たりと思う、それじゃ話収まんないよ、いや収まんないでしょ、怒り山さん、それじゃ話収まんない、え、待って、支障がある場合でしょ、俺今ここにいるよね、支障ないでしょ、見して、支障がある場合だよね、あ、いない、うん、あ、外にいると思うよ、あ、お兄さん外に、あ、はい、ちょっと待ってくださいね、それなんか義務なんですか、あの、どなたか確認してもらえます、義務、義務、はい、あの、今度は強制、強制、はい、はい、もうあの、令状執行してますんで、あ、はい、はい、どなたか確認してもらえます、令状見せてないんだけど、もうね、あ、そうですね、はい、もうだってあの人でいらっしゃいますから、うん、そうです、もう仕方ないですよね、あ、はいはいはい、お名前とかご住所連絡先を、うん、連絡先いらない、連絡先いらないですよ、いや連絡先も返すと、漢字どんな感じですか、あ、これです、連絡先ないです。本名でいいですか、ね、はい、はい、連絡先はいらないでしょう。いる？あ、いますね。書いてますかね。どうぞ。あ、出ていかないです。いや、いや、出て、あ、支障がある場合って言われたから。いや、支障はあります。あとこちらの、うん、あ、本当、うん、いやいや、大丈夫です。どうしたどうした。いや、大丈夫です。そうです、うん、いや、大丈夫です。出ないです。いや、うん、そうです。え、もう一回見して、じゃあ。もう一回見して。うん、見して。支障がある場合、どこに今支障があった、俺、ここにいるだけじゃん。動かないよ。いや、もう出てるんですよ。支障ありますんで。でも出てくださいって言ったら法律無視して出たって言ったのね、今ね、言ってますよ、でも出てくださいって今、それだとさ、執行中の出入り禁止です、あ、じゃあ、で、じゃあ、いやいや、だから、出てください、いやいやいや、もう出られないじゃん、じゃあ出入り禁止だったら、その法律に乗っとったら出られないよ、すごいですね、違いますね、その法律だったら出られないよ、出れますね、何、出られない出られない、いいよいいよ、いや、俺に構わないでやって、いいよ、いや、出てください、いいよいいよ、園長先生頑張ってくださいって書いてあるじゃん、そこどうぞ、うん、出ないから、どうぞ出てください、出ないから俺は、なんで、え、はい、なんでですか、え、出たくないから、え、出たくない、うん、理由は、え、理由なってないですよ、理由いる、うん、え、なんで理由を言わないの、え、みんながどういう、で、なんで撮ってるんですかね、さっきから、え、撮るのは OK でしょ、手をかざすのそれやめなよ、強制なんだよ、手をかざすのやめなよ、手かざすのやめなよ、いいですから、はい、手かざすからよこじれてるってわからない、じゃあ出ましょうか、ね、うん、あの本当にね、から来た、うん、あの令状に基づいてやっていて、うん、で、あのどなたがね、立ち入れる方しないとか含めて、うん、あの警察さっき見ていただいたかもしれないけど、誰が決めるの、あの令状に書いてあって112条ってあったと思うんですけれども、その出入り禁止運営官っていうのはね、あの我々が、うん、執行するたあの者が主体なので、うんうん、現場の状況を見ながら判断する、うん、あ、わかりました、はい、はい、ちょっと上に荷物あるんで取ってきます、すみません、ちょっとうるさくしちゃってごめんね、上に荷物あるから、ちょっと一緒に行きます、あ、でもこれ僕の荷物はどうなるんですか、持ってかれたりしないですか、え、持って今から持っていくんですよね、あ、全部持ってかなきゃダメ、え、外に出すの、あ、いや、そんなことないですけど、え、ここに住まれてたんですか、いや、住んでない、泊まっただけ、だから服があるわけ、あ、そうですね、うん、別に服はあの必要ないんで、服は買ってなかった、そうですね、服って、そうですね、ここは僕のやつ、他には他ない、あ、じゃあもう下行きましょうか、あ、いいの、大丈夫、大丈夫です、ここは何もしない、ここはそうですね、服とかは別にあの、うん、押さえないで大丈夫です、もう薬とかあるよ、あ、薬持ってきましょう、持ってく、あ、危ない危ない、はい、そう、こっちで勘違いしてもするんで、充電器とかもあるし、あ、そうですね、持っていきましょう、待ってね、あ、ごめんなさい、いいですか、服は、じゃあ服は置いといていいね、まだ戻ってくるんですね、はい、これじゃあ、はい、これなんか機械も、あの名刺とか、うちらの名刺はどうしたらいい、する誰の名刺ですか、あ、僕らの、僕の、あ、持ってくるね、はい、ね、変わり、
代わりに持ってかれたらやばいもんね。そうです、あの名前書いてないんで、そう。虫とかは大丈夫。それは大丈夫です、ね。ありがとう。いい。じゃあとはちょっと待ってね。ここに置いてるものはこれです。あ、そうです。僕のです。じゃあ一応分かるように。はい。はい。しますね。どうぞ。あれも。あ、これ。コンタクト。あ、それ。一緒に。これも僕のだけ。あ、他にも持ってきます。そうですね、そうですね。はい。入れときます。じゃあ封閉めますね。はい。はい。あ、どうぞ。どうぞ。あとなんか。なんかそういうこの部屋だっけと思うんですけどね。とりあえずは。はい。はい。OK です。はい。あ、あっちのリビングもあの機材があるかもちょっと見るね。あ、はい。一旦こっち行ってください。よしよし。はい。ちょっとリビングに機材があるかもしれないから。あ、その話したら。あ、ちょっと待って、はい、これちょっと、もう始まってますんで、はい、僕のだよ。ちょっといいですか？俺のダメなの？あ、これ違います。これは違う。これ違う？すいませんですね。待って。はい、聞いていいですか？ちょっといいですか？ちょっと話させてもらっていいですか？止めてもらっていいですか？いや、だ。で、話聞くよ。何？話聞いてもらえますか？この創作現場で、あ、ごめん、あれ、あの三脚だけ外出させて、ちょっとね、それはいいんですけど、ちょっと話してください。で、操作の関係を全部取ってたので、取ってないよ。いいですか？報酬します。え？これは、あのね、消す見てる、じゃ違う、消したら証拠隠滅になります。なんで？なります。あなたこれ消してほしいでしょ。これが令状。消してほしいでしょ。ダメです、ダメです。出るから、俺が携帯を待ち、意味わからん。消すから。オッケー、止めろ。外出て、止めよ。無理。携帯は俺意味わからんじゃん。止める。はい、止めます。